今日はエビマヨを食べていきたいと思います。いただきます。マジで美味しい。よくさ、エビチリって言われるけど、エリチビな。まあでも学生の時からエリチビって頭なんやけど、よくエビチリって言われてた。学生時代お弁当屋さんとかファーストフード店で働いてんけど、よく友達がエビチリないの分かってんのにエビチリくださいって言いに来てた。でも一回ファーストフード店でエビチリバーガーが出たことがあったんよ。その時はエリチビバーガーくださいって言われた。ほんまにしばくぞと思ってた。ちなみに面白い面白くない関係なしに、私はエビチリよりエビマヨ派。昔から言ってる。エビマヨ考えた人ほんまに天才だと思うわ。てかまあエビとマヨって最強よね。
ご飯が足りません。エビマヨ派のエリチビです。まあエビチリも食べるけどな。はい、ごちそうさまでした。